アルフォンス・マリー・ルイド・プラ・ドラ・マルティーヌは、フランスの詩人、著作家、政治家。ロマン派の代表的詩人で、フランスにおける近代女上詩の祖と言われ、ベルレーヌや象徴派にも大きな影響を与えている。また2月革命前後に、政治家としても活躍した。1790年、フランス王国のマコンの貴族に生まれ、王政復古期に一時軍に席を置いた。後に、 外交官となり、1825年から1828年までイタリアに駐在した。また自らの恋愛体験にも影響された女上詩を書いた。特に1820年、瞑想詩集を世に出し、一躍注目された。これは、彼が愛した年上の貴婦人との出会いと死別に触発されたものと言われるが、文学的にも、 近代フランス女上司の始まりとして高く評価される。続いて、新名創集、私的宗教的会長集などを発表。1829年には、アカデミーフランセーズ会員に選ばれた。1830年の7月革命を契機に政治活動を開始し、1833年には大義士に当選した。彼は、理想主義的で、政治的には、王道派と、 社会主義派の中間的な恩恵思想を持っていたと、される。この間にも、詩のほか小説や、東洋機構、歴史書、ジロンド投資などを出した。しかし1840年代になると、政治活動に力を入れて、施策を立った。1848年の2月革命で、臨時政府の外務大臣となった。同年12月の大統領選挙では、 ルイナポレオン・ボナパルトと争って破れ、1851年のクーデターで政界を引退した。晩年は不遇で、莫大な負債のために大量の作品を書き続けたが、これらは文学的には評価されていない。1869年2月28日、パリにて死去、去年78歳。ソーヌイコールイコールロアールケンサンポワンの墓地に眠る。 ありがとうございます。